お世話になります一人でございます。冠の雪原のダイマックスアドベンチャーではほぼ全ての伝説ポケモンが登場しますよね。その中には当然強いポケモンがいて、攻略に苦労した方も多いのではないでしょうか。私は苦労しすぎて、苦労させられた最強ランキング総選挙で神7を選び、心を整理しないと当時の記憶がフラッシュバックしてしまい眠れなくなりました。そのため視聴者さんから強いポケモンを何かお答えいただきましたので、今回はダイマックスアドベンチャーの伝説最強ランキングをご紹介させていただきたいと思います。第7位、種族値 HP106、 攻撃110、防御90、特攻154、特防90、素早さ130、合計680。ミュウツー。ミュウツーはこれがきつすぎて無理みたいな超強いポイントというのはあまりありませんが、とにかく平均的に強いポケモンと言えるでしょう。唯一特攻の種族値は154と目立った高く、実際火力が相当なもので、たとえ効果抜群でなくとも大きなダメージを受けるのは必至です。ただレンタルポケモンのメンツだとエスパータイプでそれほど効果抜群になることはなく、意外とワンパンを免れることもあるかと思います。なので攻撃面というよりも防御面が意外としっかりしていて苦しむことがあったのではないでしょうか。実際レンタルポケモンの中でミュウツーの弱点タイプの虫、ゴースト、悪タイプはそれほど強力な技が揃っているわけではないがゆえに硬いと感じた人は多いでしょう。しかもレンタルポケモンだと特に金縛りをやられると数少ない攻撃技が制限されたり、倒せそうなところで自己再生で回復されたり、そして早く倒せないと特性プレッシャーで技の PB がきつくなったりと、じりじりきつい状況を作られ倒せない、こういうケースに陥った人は数知れないと思います。そして極めつけは全体攻撃の吹雪で、この技の頻度が高いと防御面以前にただ潰されるだけになり、ショーミュウツーになるでしょうね。ただ吹雪の命中率が低いのが救いで、ダイマックス技も大サイコと大アイスであり、追加効果が幾分増しなので7位にランクインです。第6位、種族値 HP100、 攻撃120、防御100、特攻150、特防120、素早さ90、合計680。レシラム。レシラムはまずレシラム自身の以前にダイマックスアドベンチャーの仕様的に不利な面があります。それはダイマックスアドベンチャーではあらかじめタイプが一つしか公開されていないことです。この仕様のせいでドラゴンタイプだけが明かされていて、ドラゴンタイプに該当するポケモンも多いので、対策として氷タイプを持っていったらやられてしまう。こんな経験を誰もが一度はしたことがあるでしょう。炎タイプだけが公開されていても、水タイプを連れていったところで対策できないですし、岩タイプは技の安定冷静に欠けており、とにかく対策が難しいと思います。まずこの時点でかなりしんどいポケモンと言えるでしょう。もちろんそれだけでなく、当然のごとく技も充実していて、特攻種族値150から放たれる神通力は意外と見落としがちでやられるし、クロスフレームにおいては威力100だし、非常に厄介かと思います。さらにはこちらに対しての妨害技が充実しているのがより厄介なポイントと言えるでしょう。青い炎で 20% と高確率で火傷にしてくるし、おたけびで攻撃も特攻も下げられるし、大ドラグーンで攻撃が下げられるしと非常に充実しています。これらは1回やられるだけで倒すのにターンがかかり、ターンがかかった分また追加で妨害技をやられる可能性が高まり、倒せても恐ろしいまでに時間がかかることになるかと思います。この戦い方は長時間プレイしているダイマックスアドベンチャーでは特にストレスになり、自分の半月板を粉々にしてしまった人はぴったり1億人いるのではないでしょうか。ただこいつは全体攻撃がないので、その唯一の点がものすごく響き、まだ戦いやすい部類と言えると思います。故に6位にランクインです。第5位、種族値 HP126、 攻撃131、防御95、特攻131、特防98、素早さ99、合計680。ゼルネアス。ゼルネアスはなんといってもマジカル社員でしょう。レンタルポケモンのメンツから言ってそんな効果抜群で入ることはなくとも、等倍で入ることが多く、威力80で特性フェアリーオーラで 1.33 倍になった命中100の全体攻撃は言うまでもなく強力です。そして対象は1体ですが、威力95の 1.33 倍のムーンフォースもあり、さらに追加効果で 30% の確率で特攻ランクを下げられるのも地味に痛い。フェアリータイプですが妖精要素なんか一切なく、むしろ卑怯な感じさえあるので、まるで悪タイプかのように
感じてしまいますよね。そしてゼルネアスはある意味 X 脚の骨みたいな見た目で耐久面は弱そうですが、伝説なので種族値を見ると HP126、防御96、特防98で低すぎるわけでもなく、レンタルポケモンには強い毒鋼の技も乏しいので倒すのに苦労は必至です。しかも根を張る大草原で回復され、ウッドホーンでは攻撃しつつ回復され、しっかり対策しないとすぐ倒しきるのは困難を極めます。なかなか倒せなくて角をへし折りたくなった人は多いのではないでしょうか。ただフェアリーへの耐性さえあればそこそこ戦える点はやりやすく対策しやすいとは思います。しかもフェアリーについては対策してれば一つだけタイプが明かされている状況で、たとえゼルネアスが出なくとも別のポケモンにも対応できるので、総合的にはきつすぎるほどではないでしょう。故に5位にランクインです。第4位、種族値 HP100、 攻撃120、防御120、特攻150、特防100、素早さ90、合計680。ディアルガ、ディアルガはとにかく防御面で優秀すぎるのできついと思います。単純に種族値の HP100、 防御120、特防100だけを見てもそうですが、タイプも格闘地面だけの2つしか弱点がありません。そして地面タイプは特にレンタルポケモンの技は微妙なものが多く、攻略は相当しんどいでしょう。そんな一気に削り切るのが難しいポケモンなのに、原子の力で全能力アップさせてくることもあれば、大スチールで防御を上げられることもあり、大ドラグーンで攻撃を下げられ、ラスターカノンで特防を下げられ、アイアンテールで防御を下げられ、プレッシャーで PP を減らされ、長期戦になればなるほどこっちがどんどん不利になります。攻撃面については全体攻撃はなく、原子の力、切り裂く、ラスターカノン、ドラゴンクローと威力はそんな高くなく、アイアンテールも外れやすいため脅威に思えないかもしれませんが、なんだかんだ種族値は攻撃120で特攻150なんですよね。弱いわけがないんです。結局耐えられてしまえばこっちが強制的に不利になってしまうんですよね。そしてしまいにはむしろやられてラッキーの部類に入る切り裂くをやられて安心してたら、急所に当たってブチ切れて思いっきり錯乱してしまった人は多いことでしょう。故に第4位にランクインです。第3位、種族値 HP100、 攻撃150、防御140、特攻100、特防90、素早さ90、合計670。グラードン、この3位からはここまでご紹介してきたポケモンとは一線を画していて強いです。というのもここからは攻め守りどちらもかなり高いレベルで強いからです。まずグラードンの攻めについては、攻撃種族値が150で、噴煙、地震、断崖の剣と5つの技のうち3つが全体攻撃というはっきり言うと強すぎです。しかもそれだけでなく、噴煙は威力80ですが特性ひでりで 1.5 倍になり、やけどもするし、地震は威力100、断崖の剣は威力120で、数字としてもはっきり強い技が勢揃いしてるんです。しかも不意に格闘技のアームハンマーを使ってきたり、ダイナックルで攻撃を上昇させてきて攻撃面がやばすぎるんです。唯一の救いが怖い顔で、1体だけ対象で素早さ2段階ダウンと比較的マシですが、ただ後半になると効いてきて、あと一発で倒せるぞとなった時にこの素早さダウンのせいで負けてしまうんですよね。そして自信だけでなく、自信もありげな顔をしているというね。で、守りについては弱点が水、草、氷ですが、特性ひでりのおかげで水が半減されるので、水は言うことまでは言い切れないし、草、氷については噴煙とかの全体攻撃でやられるしと、全部ケアされているんですよね。そして当たり前のように防御の種族値が140だし、まさかグラードンがこんな強いポケモンになるなんて誰が思ったことでしょうか。ですが問答無用で強いと思いますので、第3位にランクインです。第2位、種族値 HP100、 攻撃100、防御90、特攻150、特防140、素早さ90、合計670。海洋ガ、まさかのルビサファから連続でランクインとは驚いた人も多いでしょう。でも海洋ガもほぼグラードンと同様に攻め守りの両方が強いがゆえランクインしています。まず攻めについては、グラードンと同様に波乗り、雷、根源の波動と5つの技のうち3つが全体攻撃で言うまでもなく強いです。また波乗りは威力90で、特性雨降らしで 1.5 倍になり、根源の波動も威力110の 1.5 倍で、雷については雨の時は必中で、しかも威力が110
110ですから強すぎます。しかもグラードンと違うのが、これらは全部特殊攻撃で、海王画は特攻種族値150なので完璧にマッチングしていて、しかも波乗りと根源の波動はタイプ1技であり、雨降らしの恩恵も雷も含めちゃんと全部受けていて、完全にグラードンの上位互換と言えるでしょう。守りについてもグラードンに似ていますが、弱点は草電気だけとグラードンより1つ少ないです。しかも特性雨降らしで炎タイプは半減、さらにアクアリングで回復もできますし、こちらもグラードンの上位互換と言えます。しかも海王画はグラードンの怖い顔のように、こちらがやられて助かるような技はほぼなく、唯一のしかかりがマシですが、麻痺する危険性もはらんでいるので、どの技も危険という意味でもグラードンより強力と言えます。一言で言えばずるいくらい強いので、第2位にランクインです。栄えある第1位、種族値 HP216 攻撃100防御121特攻91特防95素早さ85合計708ジガルデン。もうこんな貯める必要もないくらいに明らかに圧倒的で、ダントツで満場一致でトップです。初見の時は砂蛇みたいだし、最初は合計種族値600だし余裕で勝てるぞと舐めてかかり、実際序盤ではそこそこ戦えたかと思います。ただこいつの進化は戦いの中盤以降に発揮され、途中でパーフェクトフォルムになったら体力が回復され、まずそれだけで超チートで、 HP 種族値216という言い方は悪いですがバカみたいな種族値で暴力的な防御です。特にダイマックスアドベンチャーでは耐えられてしまえば基本的な火力が高いので、長期戦になるといずれ負けてしまうんですよね。なのでもうこの時点で最強なんです。それだけでなく、サウザンアローとグランドフォースというどちらも威力90の強力なタイプ1の全体攻撃を序盤からガンガンしてきます。でサウザンアローにおいては飛行タイプにも当たり、1回当たればダイアースも当たるようになってしまうので、防御面はどのタイプであってもかなりで、今挙げたダイアースをやられたら相手の特防が上がるし、ダイドラグーンをやられたらこっちの攻撃が下がり、実質的に相手の防御が上がるようなもので余計に倒しにくくなるんですよね。っていうかほとんどの場合全体攻撃でちょっとは食らっていたりするので、ダイマックス技やられたらほぼ確実に倒されてしまうというのが普通にきついんですけどね。ただこいつにも明確な欠点があります。まずは締め付けるという技で、これは継続的にダメージを受けはするものの、威力15で比較的軽く、この技を多くやってきたらかなり勝ちやすくなります。そしてもう一つの欠点は氷技が4倍弱点ということです。1体氷タイプを連れていくだけで大幅に体力を削れて攻略が容易になります。こんな明確な欠点はあるんですが、なぜ攻略できないかというと、この欠点をつくには運が必要だからです。締め付けるを強制的にやらせる方法はほぼないし、氷タイプを連れていくのもジガルデにたどり着くまでに出るかどうかは私たちにはどうすることもできません。つまり運ゲー。しかも欠点はこれくらいしかなく、例えばドラゴンタイプは弱点ですが、こちら側もドラゴンタイプを食らってしまうためそれほど有効ではありません。フェアリータイプも弱点ですが、そもそもフェアリーの火力が高い技ポケモンが多くない上に、相手はドラゴン技でなく地面技をやってくることが多いので、防御面でそれほど恩恵を受けるわけではありません。つまりジガルデは他のポケモンと違って欠点はあっても数が少なく、その欠点をつくのは運に完全に依存していて、欠点以外だと対処できる有効な方法もそれほどないということです。それで永遠に全体攻撃してくるわけですから、故に最強というわけです。ということでダイマックスアドベンチャーで最強の神セブンをご紹介させていただきましたが、このランキングは視聴者さんからいただいた意見を数値化し、ほぼそのままランキング化したもので、私個人のランキングではないため、自分自身でもこの結果に驚いています。というのも私個人的にはジガルデだけが圧倒的に印象に残りすぎていて、正直なところ他のポケモンはそんなに印象に残っていませんでした。特にダイマックスアドベンチャーは色違い厳選等をしない限りは一回運良くであっても倒せたら再戦することはほぼないため、負けまくったやつ以外に強い印象を持つことはないんですよね。え、こいつがランクインみたいのもあり、上位以外は私の個人の意見とは全く違うものでした。私個人のランキングだったらひどいことになっていたので、視聴者さんからのコメントは大変役立ちました。しかもコミュニティ欄にて今回のランキングについての調査で300件以上のコメントをくださり、ツイッターでもリプをくださり、本当に
にありがたい限りです。こんなにもコメントいただいて感激しております。ありがとうございました。ただ最強のジガルデしかり、ここでご紹介した神セブンは鬼畜すぎるというほどは鬼畜ではなく、ジガルデでも時々は勝てるので、ゲームとしては絶妙すぎる難易度で、むしろ特にこのジガルデのおかげでダイマックスアドベンチャーが盛り上がっているとも言えるでしょう。つまりダイマックスアドベンチャーはジガルデのマジカルで楽しくなっていると思うのです。